はい皆さんこんにちはジャーナリストの岩上やすみです、えー、私は今あ岡山の方に来ておりまして、えー、こちら実は岡山大学の研究室に企画です、えー、これから岡山大学大学院、えー、環境生命科学研究科、えー、生命環境学専攻で、えー、環境疫学こちらを も専攻されております。えー、津田敏英先生にお話を伺います。先生はあお医者さんでらして、えー、医学博士でもあります。ということで津田先生よろしくお願いいたします。初めましてしま、えー。津田先生がですね、まああのお調べになった研究を。はいはい この学術専門誌に投稿して、はい、その学術専門誌の正式な発表はだいぶ後らしくて今年の5月になるそうですけどネットで先行発表されたアーリーリリースっていうんですかそれが去年の10月6日7日あたりえこれはまあ,あの外国とねえこの時差もあるでしょうが大体このあたりでその翌日にですね 東京の外国人特派員協会、はい、FCCJ で10月8日でしたか、はい、あ発表されて記者会見が行われました、はいはい、私ども IWJ はこれは全部中継させていただいたんですけれども、はいはい、その時以来そうかやっぱりこうそうだったのかというです、ね、声とおそらくいろんな雑音も含めてです、ねはい、先生のもとにも来ていると思いますけれども。 まあ賛否両論とか、はい、まあどう評価していいやらやとか戸惑いの声も含めば、はいはい、えー、たくさんの,あの、まあ、反応が我々のところにも恐、はいえー、らく先生のもとにもそしてネット12で、はい、<laughs> 広がってるんですね。はい、まあ先生の,あのご研究は、まあ、3・11以降、はいえー、チェルノブイリの経験もあっておそらくは 小児甲状腺がん発するんではないかと、はい、そういうい予測は立てられていた、はい、そして第1回目のスクリーニングがあり第2回目のスクリーニングがあって、はいえー、その過程でこの結節がこのぐらい大きくなってる患者さんがこのぐらい出ましたよとかある、はいはい、とうとう甲状腺がんになって子どもがで出ましたよとか、はい、いうまあ報道はその折々にあったわけですけれども。はいはい えー、当初はセンセーション、はい、そして、えー、次第にです、ねはい、メディアが、まあ、あそれを取り扱うたびにさまざまなです、ね、バッシングも受けるためにです、ねはい、萎縮も始まって、はいえー、この、まあ、無味乾燥に淡々と発表された数字だけを伝えては、はい、その数字の持つ意味ということをですね、はいえー、あるいは評価ということまで きちんと伝えなくなってしまったなという気がするんですね。はい、そういう中、先生は疫学的な手法を用いて、はいえー、このデータ、はいえー、これだけの母数の中からこんな患者さんが現れたということは何を意味するのかということを、はいはい、まああのはっきりこれ意味付けてくださったのかなという気がするんですね。はいはい、まああのすごくわかりやすく、えー、言えば。 20倍から50倍ぐらいですか、はい、というほどの過剰多発ということが生じている、はい、そしてこれは放置しておくべきではないしさまざまな手立てを打って、はいえー、これから以降の多発、はい、この時期だけではないので多発はこれから以降も増えていくので。はい えー、この人たちに対する速やかな行政的なこの手当とか、はい、あ,あるいは医学会がやるべき、ねはいえー、手立てとかあそれからこれを扱うメディアの在り方とか、はい、あ受け止める市民の在り方とか、はい、ということをさまざまな方向さまざまな分野にです、ね、提言をされた、はいえー、この辺の話はですね、はい、今日はできるだけ あの本質に迫りながらもあ一般の人に分かりやすく語っていただければなと思っておりますので、はい、どうかよろしくお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、あの私も全く理系の人間じゃないもんですから、はい、本当は一般市民目線であの素人な質問させていただきますので。どうぞよろしくお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、まずは、はい、あの先生がですねあのまあこのインタビューの事前準備のために。はい どういうことを話すためにですね、まあ、レジュメとかパーポとか用意できるものがありますかって言ったらかなりの量のパーポですね、はい、私どもに頂い,いて私自身では、はい、あの先生の、まあ、お書きになったものはあの一応目を落としてるんですけれども、はいえー、すぐにはですねとても消化しきれないものもありましてですね、はいはい まずは、はい、この研究を持つ意味とか、はい、あきっかけとか、はい、そういうところからお話いますでしょうかまずあの、えー、福島県において、はい、甲状腺がんが多発してそれがあの分かってくるだろうということは大方の専門家が の一致するところだったわけですすねね予測してたんで,、ねで,はい、で WHO もはっきりとした多発が起こるというふうに、はい、あの予測してますしまあ,あのそういうことで予想、えー、考えていてまあ問題はそれが、えー、いつ分かってくるのかということや、えー、どの程度多発するのかということに関しては、まあ、いろんなばらつきがあるけれども。 多発,が多発してきて分かってくるそれが分かってくるだろうというのは大方の位置するところだったわけですで、えー、まあ私も実を言うとこんなに早く分かってくるとは思ってなくてあとで,、まあ、でまた図で説明させていただきますけども、うん、まああの、えー、1例とか2例とかこあの見つかったという話があったといきなり2013年2月13日に。 10例の発表があったわけですねそれでもう多発だという,、うん、う警告を出さねばいけないんですねで3例珍しい病気が3例集積した時にはあのー、これは何か異常事態が起こってるというんで、あのー、ちゃんと計算してですね 計算したりあるいはいいろんな資料を調べてデータを集めて、えー、いろんなことを手を動かしてそれであの警告を出す時には出さなければならない、まあ、これは一つの教科書的なセオリーなんですこれはかなり昔からあるんですけどもそれはもう従例でしたので、うん、もちろん詳細な分析をしましたけれども、うん、やはりこれは桁違いの多発だろうということで<ー>そこからまああの始まったわけですね。 こういうまあ教科書的な話というのはなんか全然通じないですそれは一般の人たちにということですかいあるいはあ<の>い同僚の医師に対しても通じないや同僚この辺では通じるんですよこの辺のある程度専門知識ある疫学界隈ですかそう、はい、であの福島医大には通じてなかったんですよねあ<ー>でだからあの それで、あのーまあ、少なくとも警告は出すべきだろうと、うん、ででその後三3か月ごとにこうあの発表されるにつれて、まあ、そのたびごとに計算するわけですけれども、まあ、大体その当時の予想が当たるかもしくは情報修正が攻められるというような形でずっと警戒してきてるわけですね要するに最初の予測がだい大体当たるか、まあ、ちょっと過小評価だったみたいな感じで当たってるわけですね。でそのことが ずっと当たってきてるのに、えー、皆さんもう全然そういうことは認識されないもう見ないふりをしているのか一つにはですね例えばその300人500人、えー、1,000人とかね例えばその患者数が大変大きなただ素朴にその数字聞いたときにあすごく多い数だなと思えるような場合はですね人間というのはそれなりにここの心理的な動揺と生まれると思うんですけれども。 甲状腺がん子どもの甲状腺がんというのがあの大変珍しい病気であるためにこの3例で見つもう見つかるということは大変なことなんだというのはその珍しい病気が見つかるから大変なんだっていうことを理解してないと驚けないんでしょうねでおそらく10例というんでもああ10人がかわいそうにその10人がかわいそうだねっていうのはあっても。 その10例も出てきたということはこれは通常の発生確率と比べると大変なことなんだっていう、はい、その大変さがですね、はい、おそらく届いてこないんだろうなっていう気もするんです、はい、この辺りあの先生がほかの,の医師やなんかがいろいろネットでコメントしたりしたものなどをこの先生方があるいは直接ね訴えられたものも含めて。 えー、このお騒ぎすぎじゃないかとかね、はいえー、そういうまあ,あ批判というんですかね、はい、があったり、はいえー、した時にですねいやあ,あるいはですね地域一つの地域で見る限り我々そんなね多発は見てないという声があったりした時に、はい、いやだから地域とか村とかいう単位でだったらそもそももう本当に珍しい病気だから。 だから地域だけで見るんじゃなくてすごく大きなこの広域なデータとかいうことに意味があるんじゃないんですかっていうふうにあのこの切り返されているやり取りを見てああもなるほどなと思ったりは私したんですけれどもやっぱりそういうその身近な感覚自分の地域で自分の目の届く範囲だったら数は少ないよって言ってるような感覚ではなダメでこれが。 もっともっと広域から集められたデータと比較してみたら大変な確率で発生してるんだよねっていうことが一回頭の中でこれ切り替わって理解しなきゃいけないそこが疫学的な何というかこう理解の仕方ということになるんですかねそ,すそこら辺り疫学とは何ぞやって話も含めてちょっと教えていただきたいんですけど、はい、まあ疫学っていうのはあの、えー、人を観察対象とした時の 基本的化学方法論なんですね。で。物を物を観察対象とした時の。基本的化学方法論は物理学なんですね。うん、分子を観察対象とした時の基本的化学方法論は化学なんですね。うん、それと同じで、人を観察対象とした時の基本的化学方法論は疫学なんです。<ー>で、えー、っと。ですから。そのか、えー、人に関する科学的な。えー、根拠とないは。 人の観察から生まれてくるんですよね。で、ですから人の発現物質というのは、疫学的方法論が最後の決め手なんです。うん、統計と関係あるんですよね。え統計学というのはすべ、はい、てのええー、化学、自然科学、諸科学全部関係するんです。うん、物理学も化学も、うんえー、生物学も、あのー、まあ疫学もそうですけど、天文学も統計学はなけれなければ、うん、あのー。 論文ならないですね。なるほど。なるほど。で、ですから自然科学諸分野というのはすべて統計学。もちろん疫学も統計学と関係している。そうするとその統計は用いるのは他の変わらないけれども、わざわざ疫学という名前がついて学問として独立し、かつそれがこの人間を観察し、人間について何かその 起こっているということをですね、はい、証明するためには必須の手段であるというのはそのどういうことなんですか<あ>疫学の特徴と科学分野というのは要するに観察物を観察するにしろ、はい、あの動物を観察するにしろあの細胞を観察するにしろ、うん、要するに観察したものをデータを取る必要がありますね。 そそうしますとその人からデータを取る前にまずどの人からデータを取るのかというねあの人を選ぶ作業がありますそれからそのデータを取る時の取り方という情報を集める部分がありますそれからあの原因というのは一つではないですね世の中は全て多原因なんですですからそれ以外の情報も取る必要があるそういう 人間、えー、人間からデータを集めて、それを分析する。うんうん、独特の、あの、さまざまなノウハウというものがあります。うん、で、はい、そう、そういうものを。また、これを理論化しているわけですね。はいはい、ですから、物理理論と同じように、疫学理論というのがあるわけですね。うん、で、それ、そ、それは、あの。ですから、物理学の言葉と同じように、疫学の言葉があるわけですね。うん、で、それに乗せて、データを分析して。うん、で、と、もちろん統計学の、もう加味して。 それで分析してあの、えー、多発なり因果関係というものを明らかにしていく、うん、それがあの疫学だけですね。なるほど